いやー、久保さん。千人はやっぱすごいですね。まあ、ネットワークの話をする前にですね、久保さんの T シャツね、3、4。さっき気づきの動画でいい言いたかったんですけど、忘れましたけど、3、4T シャツ。昨日僕も洗車しましたよ、<laughs> 昨日ね。<laughs> まあ,あの、東京から鹿児島間下道でやったんで、超汚かったんで、もう,こう、きれに頑張って、ありがとうなー、みたいな。はいまあ、そんな話は置いときまして。 まああの久保さんが、ね、ネットワークで1000人作れた理由の中でいろいろ話してくれたんですけどこれね僕もネットワーク5社ぐらい入りましたでネットワーク5社ぐらい入りまして、まあ、僕が勉強会とか参加して思ったことがネットワークで成功している人ってもうそもそもなんかねねこれね、まま、ネットワーク知ってる人は知ってるかもしれないですけどここの組織があって、まあ、A っていう商品のネットワークで1000人とか2000人の組織を抱えている人が B っていう商品に移行するんですよ。 で、この B っていう商品に移行したら、ここの1000人の仕組みがこっちに移行するんですよ。だからもう、ブーストかかるんですよ。あとは、すでに社長さんとか影響力がある人が始めると、ブワーっていくんですよ。<laughs> こうね、あの、なんだっけな。共済、共済みたいなのもあるんですけど、久保さん、共済の動画結構回ってるんですけど、教えておきましょう。これ、これいいですよ。多分僕しかいないんですよ。共済の。共済。 だったかなこれはね共済のネットワークは月額4,000円ぐらいなんですね3,000円とか、はい、一般一般一般財団法人全国福利共済会これ1万5,000回回ってます久保さんこれねあの質問できてあの一般社団一般財団法人全国福利厚生会 教会ってどう思いますかみたいな質問が来たんですよ。で、それに対してアンサーしたんですけど、あ、僕も入ってましたよ、みたいな。で、それ1万5000回回ってますよ、久保さん。で、今結構だいぶでかくなってると思うんですけど、この福利共済っていうのがそう。なんかその、ここに入るといろんなメリットがあるよみたいな、他のネットワークとまた違うコンセプトでしたね、これは。保険も入保険もあるとかね、いろいろ保険もあるし、あとはいマジでサービスいろいろ。 無料になる無料じゃないですか割引で買えたりとかなんかもうメリットがめちゃめちゃあるみたいなそのだからその会社でもその福利厚生としていいんじゃないかなっていうところでその会社の社長さんとかもこれを社員にこう入れるとかねそういうのもやってうんでこれあの結局これもあのすごくあのまあ僕の僕実際その社長さんとお会いしたんですけど福岡で飲食店やってる人かな まあその方も多分その方2000人か3000人いるのかなも,うもはやもうすごいんですけど <laughs> でその人も結局そのなんだろうな影響力があるっていう人でだからその何か影響力がある、うん、その方は社長さんで、まあ、実際にお会いしてねすごい面白かったんですけどそうなんだろうなあ大事なのが要は影響力があるメディアがあるまあ久保さんアフリエイトしてたからですよって話なんですけどやっぱね ネットビジネスでさネットビジネス何でもそうなんですけどうまくいく人っていうのはそのベースがあるってことですね全く何もベースがない基本もできない人がただの権利収入だ,だけでは無理ですよまあ久保さんの話でね例のやつに関しては30万入れたら1万ぐらい増えるよって話ですけどじゃあ1万増えるだけじゃそれはさすがに億万長者になれないじゃないですかだからその億を目指すんであるならばそれぐらい目指すんだったらやっぱダウンも必要だし さらに自分が入れる金額、入れないやつだったら、自分の入れる金額の額も大きくないといけないし、ダウンもね、久保さんレベルないと1億は無理ですよ。うん、だからそうなってくると、やっぱりその、えー、影響力ですよね。影響力資産を構築してていいくっていう えとフレーズが大事かなっていう、そのメディア、だから、億万長者合宿でも何度も言ってますけど、YouTube やりましょう、発信していきましょう、久保さんなんか Facebook でライブ4000回、5000回してますけども、まあ、その発信していくっていうパワー、発信伝える、広めていくっていう力がないと、まあ、アフリエイトにしろ、商品売るにしても、ネットワークやるにしても、難しいかなと、うん、話ですね。うん、だ僕僕ねもう僕 久保さんの商品扱ったら僕もね、ダウンめっちゃ作れるんじゃないかなと思いますね、久保さん。僕も。<laughs> 久保さんの商品やったら、まあ、そのうちね、やろうあの、例のやつが続くんであるならば、これからも、僕が40歳になっても続くんだったらあ、40歳からちょっとお願いしようかなとは思いますけど、まだ僕、借金あるんで、僕のルールの中では、借金がある中では、えー、と利回りはやらないと。とにかく情報販売しまくるっていうね、一応決めてるんで。 これはうん、うまあそんな感じですね、あとですね、その資産を構築するっていう上で、例えば、まあ、久保さんと僕とかも、まあ、さっきご紹介したこれ、1万5000回回ってるんですけど、まあ、その動画いっぱいあるんですけど、その中でも、アフリエイトやってるんで、ある程度ね、キーワードで狙えたりとか、まあ、量の関係上をそのいきなりボンっていくやつだったりとか、テスト結果が非常に多いんですよね、こうやったらうまくいったっていう、なるほど、これいけんなとかね。 そうだ久保さんなんかね聞いたらすぐやるんで多分やるでしょうこ、ね、れ <laughs> このキーワードまあ今どうなんだろうなまあ結構僕これあでも1年前にアップしてますねこれ1年前にアップして1万回回ってます1万5000回、はい、でもこれ面白いんですけどね僕はこの1人の人に質問が来て1人の人にアンサーしたんですよだからその動画っていうのはね1対1の動画なんですよでも一般公開してるんでそれが 1>, 1対1の動画であっても1万5000回もあるんですよ。つまり1万5000倍ですね。<laughs> わかりますやばないですかこれが資産というかね、ネットのパワーですよね。普通は対面であったとき、だからネットワーク、これもネットワークに生ずるんですけど、ネットワークビジネス貧乏っていうのがいて、それは確かに一人一人やってクロージングするのは制約率が高いんですけど、レバレッジは聞きづらいんですよ。ね、レバレッジが。 一人一人にあって、なんかその、ネットワークビ,ビジネス貧乏って何かっていうと、あの毎回、その喫茶店に行ってクロージングするっていう、ルノワール代ですよね。毎回、まあ、東京のルノワールは、ネットワーク、ネットワークの階段が、もうセールスがめっちゃありますからね。<laughs> そこかしらもネットワークみたいな。<laughs> そコーヒー代とお茶代とかね。だけど、金、金だけはかかるみたいな。しかも、その売る力もないし。 ネットワークビジネス貧乏ですね。非常に多いです。だからこれはやっぱインターネットの活用ですよね。久保さんもじゃあ例のやつに、これもね、レバレッジ聞かせてるんですけど、例のやつに、多分、即科塾に入ると、その例のやつのやり方みたいな動画が何本かあるはずなんですよ。で、それを見ると、あの、できるみたいな。で、1本の動画作ったら、その1本の動画がずっと働いてくれますから、だから1000人でも対応できるわけですよ。だからそのまずそのこの動画見てやり方学んでねっていう。 それ一人一人ね、ルノワール行って一人一人会ってたら、大変で無理ですよ、無理無理、無理ですよ、毎回久保さん、広島から東京行ってね、一人にルノワールでこう話して、これ資料配ってとかね、1000人やるとかね、交通費めっちゃかかるやんみたいな、ね、きついですよね、それは無理やな、毎日,毎日、家に入れないみたいな、毎日広島、東京間も行,行き来するっていうね。 だからこれがネットがあると、一本動画作って、じゃこれ見といてくださいねって言ったら、もう十分なわけですよ。だから集客するにしても、その教育コンテンツ、やり方、説明も作るのも、そういうのができるわけですよね、ネットっていうのは。だからこれもね、やっぱね、うまくネットワークに入れると、やっぱ爆練しますよね。多くの人はネットワークとインターネットビジネスっていうか、アフリエットという概念がこうミックスアルファされてないので、まあ久保さんは異例かなっていう、異例の人かなっていう。 思いますけどね、うん、はいということで、えー、久保さんの動画どうぞはいえー、今回は「ネットワークビジネスで1億円」というシリーズでございます何を隠そう私もですねネットワークビジネスの達人でございましてネットワークビジネスで1億円を稼いでいるんですよでネットワークビジネスっていうのは何で達人といるかっていうと私はですねアフィリエイトを先にやってるからなんですよアフィリエイトというそういった媒体を生かしてそこに えー、まあネットワークビジネスの商品を入れていったってことです要するにアフィリエイトがうまくいくってことは顧客との信頼関係ができているってことなんですよでそこに当てる商品が今度はネットワークの商品ですよってだけなんですよねだから多くの方が失敗するのはこの媒体もないのに知り合いが少ないのに紹介できる人が100人もいないのにやっちゃうんですよねこれねネットワークビジネスで100人も知り合いがいなくて成功できないんですよ これをですね、ネットワークビジネスを進めてる人が言わないといけないんですよね。えー、だってネットワークビジネスのデータ取ればわかるんですけども、人一人が紹介できる人の平均値って、一人が8人に紹介するのが大体平均値らしいんですよ。8人ですよ。たった8人。だから友達が多いなーっていう人でも、 10人とか20人紹介するのがやっとで、100人に商品をお届けできる人っていうのは、まあ、めったにいないんですよ。そういう人はもともと社会で成功している人で、お金に困ってない人だと思います。お金に困ってないから余計にですね、ネットワークビジネスがやりやすいんですよね。さあ、そんな感じですね。他にも原因がありますけども、ネットワークビジネスでプレゼンをしようと思ったら、プレゼンする時間が必要ですよ、と。週に1回とか2回しかない休みを全部ネットワークビジネスに振り向けて、それでも8人ぐらいしか紹介できないと。 8人紹介してサインをさせたとしても、その中のビジネスとして動くのはデータ上1人か2人しかいないってことがあるときに、これね、ほとんどの人はうまくいかないんですよ。だから何をするべきかっていうと、ネットワークビジネスをしたいんだったら、最初に媒体を作ることです。媒体ができなければ、ネットワークビジネスをやらない方がいいです。ネットワークビジネスの私が達人になったのは、まず最初にアフィリエイトという形でですね、媒体ができたからなんですよ。 で、YouTube で媒体を作るっていう方法もあります。YouTube でいつも再生回数がね、数千回ある人はネットワークビジネス何をやってもうまくいきます。そういう風にロジック、組み立てていったら、いかにですね、ネットワークビジネスを進めてくる人が人脈がないの、人脈がない人が自分のところに来てるかってことがわかると思うんですよね。まあまあ、そんな感じでございますね。で、私が、あーそれでもね、ネットワークビジネス、例のやつを進めてるのは、 で、どういう方法でうまくいくかっていうと、これはやっぱりね、吉田さん言われたように、ビジネスができない人とかね、それから努力し,ないしたくない人とか、とりあえず稼げればいい人っていうふうにターゲットを絞っています。で、どういうふうになるかっていうと、例えば30万円で情報商材を買うとするじゃないですか。でも、情報商材を買った後に、自分の時間を投じて、自分の意識を通じて、労力がかかるんですよ。で、労力をかけた後に、結果として儲かるかどうかっていうふうなことが分かるのが数ヶ月先ってことになります。ひどい時には1年先とかね。で、しかも、それはね、 もう儲かればいいですけどもう儲かんないですよほとんどの人は30万を取り戻すことすらできないんですよで私のおすすめしてるこの例のやつってのは30万円で始めるとすると大体毎月1万円前後入ってきますねで30ヶ月で元が取れるかっていうとそうではなくて元が取れるのもっと早いですなぜなら30万っていうのは最初にスタートした時に30万使ったものはなくなるんじゃなくて返ってくるからなんですよそうなんですよ30万円が40万円ぐらいになるよって話なんですよ だから最初に30万円投じて情報商材だったらなくなるだけですでも私のおすすめする例のやつは30万円がなくなるわけじゃなくてずっとあなたの懐に戻ってくるためにあるわけなんですよでその上でほとんど無作業で毎月毎月1万円前後振り込まれてくるってこれ良くないですかってことですよねでもう一つ私がねネットワークビジネスの達人として私の話に耳を傾けた人にやってきたのは紹介者を私が代わりに出してあげるってことですよ うん、だから多い人はね400人ぐらい1人の人に紹介者を出しましたそしたらどう考えてもこの人ボーナス取れますよね紹介報酬がうんそういうふうなことを私もずっとやってきたんですよ自分が紹介を出すのが得意だから早めに参加した人には私の紹介者をどん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 こうね、えー、つけてあげるって形を取りました、えー、そして、えーまあ、あの私はねこの何年間か5年ぐらいやってきてこの例のやつやってきてもう今年のね4月ぐらいから紹介者を出すことを消極的になったんですよ ということは、その頃に参加された方には、ダウンラインはもうね、期待できないですよって話をしてるってことなんですよ。私がダウンラインをいっぱいつけることを見てきて、参加したんだとしたら、私はもう出さないですからねと、出したとしても、月に1人とか2人になってきますんで、まあ、もうあと,はあとはね、自力でやってくださいって話にします。まあ、ですんで、私がネットワークの構築をすごくね、早くできた、1億円に結びつけたのがすごく早かったのは、まず1つは私には発信力があって、すでに媒体が整っていた、アフィリエイトによる媒体が整っていたってことがまず第一です。 でもう1つはですね早く入れば入るほど紹介者を出してあげれるんでボーナスがものすごく入りますよってこれはね別に約束したわけではないんですよ仕組みを説明する中で私がどのペースでね紹介を出してるか1日10人とか多い時には20人紹介出してるわけですからそういうことを見てくるともしかしたら今の参加していったら久保さんが紹介者をつけてくれるかもしれないっていうふうに連想して参加してるんですよだからいろんなね作戦が入ってるわけなんですよねこの作戦がない人がネットワークビジネスやってもうまくいくわけないんですよ うん、ネットワークビジネスってのは、うまくいく人が、あ一握りの人がね、えー、まあお金持ちになるための制度ですから、多くのなんとなく参加した人は全然お金を手にすることができないんですよね。ましてや、最初の参加費でマイナスになってしまうんですよ。私の紹介する例のやつってのは、参加費でマイナスになるってことがありません。なぜなら参加費は9800円だからです。9800円で大怪我はしないですよね。最悪失っても9800円です。 だったらいいじゃないですか。そして私は100%の人に利益を提供してきました。そんなネットワークビジネスライフでございます。一応ネットワークビジネスの私のね、挑戦っていうのはここで一旦終わりです。もう十分です。もうネットワークビジネスは、このままね、私の1000人の組織をサポートするだけで終わろうかと思います。1億円の稼ぎ方様々紹介してきましたけども、今日はネットワークビジネスでした。皆さんはね、どのような形でネットワークビジネス MLM に取り組んでいるでしょうかそれでは失礼します。